お待たせいたしました。グレード2秩父宮妃記念杯シーズン2日目レースは前半最後の第6レース予選競争です。ちょうど締め切りの頃に沖合を観光船が通りまして、その引き波が競技水面に入ってまいりまして、ピットアウトしばらく見合わせましたことをお詫び申し上げます。さて1、2、3、4、5、6、ここ確定枠番通りホーム側に入ってくるところです。インコースには1号艇福井の今垣幸太郎、2コース2号艇東京山本英史、3コース3号艇静岡中島真希、4コース4号艇東京佐久間明、5コース5号艇岡山吉田角郎、6コース6号艇広島高橋龍也、3対3です。まず人気はやはりインの1番今垣幸太郎、現在フライングの影響で A2 ですが、もう琵琶湖では若い頃から大人気です。この琵琶湖ではこのシリーズ53回大会優勝、また琵琶湖周年も V2 となっておりまして、今日一回乗り一層入魂のレースが期待されます。そして今日前半戦では2番山本が逃げて1着、そして4番佐久間は2コースから5着でした。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番、第6レース予選競争スタートしました。5コースから5番の吉田角郎が出ていくところ、しかし内から4番の佐久間がこれをブロックしたか、さらに3コース3番長島がまくっていく、これを受け止めるか、インから1番今垣、まずは今垣が先頭を立ってまくってきた3番の長島真希が現在2番手すぐ後ろ、まだ4番の佐久間や6番の高橋もついています。後続2番5番、スタートは正常でした。第2ターンマーク1番の今垣から注目2番手以降です。3番の長島真希やフクラムがなんとか持ちこたえた、しかし内より2番の山本英史、ここで2番手優勢、1番2番、後ろが外6番3番、内から5番と、ここは2番手争い3番手争いが焦点です。リードを少し広げつつあります。先頭1番今垣幸太郎、あとは2番手以降です。現在2番山本英史が2番手の位置、3番手が6番の高橋となりました。1フタ6に変わっています。序盤見せ場を作った3番長島真希、現在は4番手並走状態です。2周2マーク1番今垣から2番の山本へ、1番2番3番手も6番の高橋龍也、斜め後方5番の吉田、後ろ3番の長島、1フタ6号の順でまもなく最終第1ターンマークです。インから1番の今垣幸太郎、コンマ1台中盤のスタート追撃振り切りました。そして2番手が2番山本、3番手6番の高橋龍也、スタートを勝ったのは5番の吉田角郎がコンマ1台前半のトップスタートでした。また3コース3番長島もまくって、序盤は2番手3番手あたりでしたが、現在は1フタ、そしてあと3番手は5番の吉田、並んでくる6番高橋、6番高橋がまた3番手優勢、まもなくゴール。先頭1番の今垣、2番手2番3番手6番、そして5番の吉田、3番の長島真希、最後4番の佐久間がゴールいたしました。以上第6レース予選競争でした。6レースを勝ちました今垣幸太郎選手です。お疲れ様でした。ありがとう。人気に応えたの1着となりました。部品交換が続いてるんですがどうですか。はい、エンジンはもう普通ぐらいだと思います。はい、それではレースを振り返っていきましょう。新入は枠成3対3今垣選手はインコース、まあ、追い風が強くなってからのレースになったんですがどうでしたか。見え方は特訓で切ってしまったんで遅らせていきました。はい、そのあたりのスリット付近の足っていうのはどんな感じなんですか。まあ普通だと思います。はい、はい、1マーク先に回ります。ターンした感じはいかがでしたか。まあ先に回れたんで、でも足はやっぱり普通あるかないかですね。初日から整備が続いているんですが今はどんなところを求めての調整なんでしょうか。乗り心地もうすごい機能悪か、まあちょっと今節、体の方も、まあ、本人も乗れてないというか、あとはその乗り心地を求めながらの調整が続いているわけですね。はいはい、ただそのモーターが普通ということですがなんかその中でも変化っていうのはあったんですか。少し整備士さんにいろいろいっぱい部品出してもらってやってるんですけど、出てるってことはないですね。はい、そうするとですね今日はこれで終了となったんですが今後調整というのはどんなことを考えますか。まあ、プロペラと
そうですね、まあ、新品リングをどうするかですね、うん、はいはい、もうまだまだ諦めない調整が続くってことですもんね。そうですね、はい、そういう意味ではこの勝利っていうのはどうですか、今垣選手にとって。え、まあ1号艇なんで、はいはい、よかったです。わかりました。それではですね、明日に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、はい、まあエンジンは直ってないですまだ、はい、気迫がありますからね、はい、メッセージには。それではもうファンの皆さん応援してますんで、はい、まあ精一杯頑張ります。お世話します。明日も頑張ってください、はい、ありがとうございました。6レース勝った今垣浩太郎選手のウィナーインタビューでした。1着は1番今垣浩太郎、2着2番山本栄一。